もうなんていうか芸能人左翼がさ、はい、有名人左翼っつうのは、まあ、なんでやろな、ほんまな、左右左右し、左右左右し芸能人が多いの、まあ、左右左右し、左右左右しやつら、パヨパヨしやつらがな、まあ、いいんやけども、ラサール石井な、何ラサール石井が物議を醸し出すツイートをしよったわけ、ツイッターで。はい、まあどうなるか一遍試してみたら。そちらもコロナ禍に自民政権だったせいで死ななくていい人まで死んだ人体実験を試したんだから、まあどうなるか一遍試したらっていうのは何を指してるかというと、立憲民主党に政権取らしてみればっていう意味な、はい、でまあ自民党が政権な時、自民党政権だったせいでコロナ禍で人がいっぱい死んだと。はい、人体実験って言ったんやて、言ってんのこいつ。嘘でしょ。意味が分からへん、何をもって人体実験なんか分からへんしさ、うん、そのコロナが来たんだ、コロナ陰謀論説なんかこいつ。コロナ自体がなんか恣意的に作られたもんっていう陰謀論を唱えてるのかなんかよう分からへんねんけどさ、うん、まあ、コロナはまあ来たと、コロナ、うん、どっかの国からね、どっかの国からが始まりなんですけど、言ったらそっから来たも、うん、来たもんはしょうがないやんけ、うん、それでまあワクチンを仕入れるだの、ワクチン打ってだいぶもう8割ぐらい打ってんやろ今、うん、人口の全国民の、はい、それいう対応でええんちゃうん、とりあえずそれは全くゼロなんて不可能なんやからさ、来た限りはさ。ほんで立憲民主党やったらゼロに抑えられたっていう根拠はあんのか。そしたらもし立憲民主党政権やったとしたら、その今の自民党政権よりもはるかに少ない死者で済んだというのを言えんのか、なんか根拠があんのか。根拠示してから言ってくれないですかね、ラサールさんよ、ラサール石井さんよ。でも何を言っても人体実験はあかんわな、そこですね、言い方として。言ったらナチスがやってた、収容所で行ってたヨーゼフ・メンゲレがやってたようなことを指して人体実験って言うんやからな。それを何が人体、何を指して人体実験なんか分からへんねんけど、うん、何を言ってんやろ。ワクチンを打つことなんなん、あんな、分かんない。まあ何にせよ俺は立憲民主党がやったとしたら、うん、自民党よりもちゃんと、やもっとひどいことになってたとしか思えへんねんけど、うん、根拠はあるよ。東日本大震災の時に、はい、民主党政権でしたよね、うん、で菅直人首相でしたよね、うん、原発爆発しましたよね、うん、おそらく菅直人が首相じゃなかった自民党政権やったとしたら、あの原発の爆発事故はなかったと思うんですけど、根拠ならいっぱいあります。菅直人が海水を注入したいっていう、その原発側の主張、海水を注入したら炉が冷えて、原子炉が冷えて爆発しなくて済むんですけどって言ったのを止めたのは誰でしたっけね。それで海水を注入してたら少なくとも爆発はなかったんじゃないですかね。はい、っていう具合に理論的に言ってください。ラサールさん、自民党でコロナ禍がひどくなったという根拠を客観的に示してくれないと全然共感できないんですけども、こんなもんにしたこか。以上です。はい、うさんくさい。